ちょっとゴッド・オブ・ウォーについて話しましょうか。リークの話にはなってくるんですけども、ステート・オブ・プレイが近いうちに来るんじゃないかというふうな話になっております。面白いことに数週間前の段階からすでにステート・オブ・プレイが今月の末に用意され、数週間は言い過ぎだ、1週間ぐらい前ですね、失礼しました、ぐらい前から、もう今月の末にもう一個ステート・オブ・プレイがあるんじゃないかっていうふうに、そういうふうな話が出てきておりました。で、ステートプレイ自体のリークであるとかっていうのは結構ね、まばらなんですよね。ステートプレイイベントっていうのはソニー的にはものすごく厳重にガードされている秘密らしくて、まあその企業秘密とかそういうあれではありませんけども、非常にリークしづらい、他のものと比べて、そういった状況になっているそうです。なんでステートプレイの予測をするっていうのはどちらかというとリークに頼りきりというよりかは、ソニーのよそから出てきている情報をもとにいろいろ組み合わせていく、そういったものになっているそうです。で、そう話すのがこちらのトム・ヘンダーソンさんっていうね方なんですけども、この方結構評判のリーカーというふうになっておりますが、この方もねいくつかの情報をもとに来週ぐらいにゴッド・オブ・ラグナロクに、来週今週ですね、先週から見て来週なんで、ぐらいに、ゴッド・オブ・ラグナロクに注目する何かしらのステート・プレイイベントがあるんじゃなかろうかというふうに言っております。で、その内容なんですけども、まずはジェイソン・シュライアさんですね、この方がゴッド・オブ・ラグナロクの発売日っていうのが今月末にもう公開されるぞっていう風な記事を出しているんですよね。で、その記事の中では、発売日自体は確か11月ぐらいだったかと思うんですけども、11月っていう発売日を、近日公開するっていう風なものになっております。で、これが、まあこれを元に考えるならば、ゴッド・オブ・ウォーっていうのは非常に大きなフランチャイズで、ホライゾンとかと同じく、それ専用のステート・オブ・プレイが用意されるっていうのはほぼ間違いのないことだと思いますので、ゴッド・オブ・ウォーの発売日、を公開するステートプレイが近いうちにあるっていうふうに考えるのは自然なことではあると思いますけども、一応それが自然になるのはあくまでも今年の末にゴッド・オブ・ウォーが出てきていて、発売日が結構迫ってきているっていうね、そういう文脈をね知っている場合のみではありはするんですけども、ただしこのゴッド・オブ・ウォーについても、ゴッド・オブ・ウォーの一作目じゃなくて、その リメイクシリーズっていうのかな、の一作目、その最近の方の一作目ですね、そちらの、ディレクターだったかなを担当したコーリー・バルロクさんですね、この方が結構ツイッター上で活発化しておりまして、たくさんのツイート、たくさんのティザーっていうんですかねを出しておりますんで、そういうそこ関連からもこう、まあ、近いうちに何か見せられるのはもう間違いのないことです。もうゴッド・オブ・ウォーに関わ、ゴッド・オブ・ウォーの開発に携わってる人とかもどんどん出てきてて、ああもういろいろ見せたいものがあるな、でもまだ見せられないな、近日公開みたいなね、そういうことをねツイッターでね公開したりしておりますので、近いうちに来るのは間違いのないことです。それがじゃあ来週なのかっていうか今週なのかっていう部分につながってくるわけですけどね。自分的には純粋にその発売日とか、発売まで何日残っているのか、そういった部分の観点から、十分にこのステートプレイイベントが近いうちに来る可能性っていうのはあると思います。ゴッド・オブ・ウォーねめちゃくちゃ楽しみなんで、ぜひぜひ情報を早く出してほしいところです。ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。